未来の鍵を握るレディオスクールブロック、明日の生放送教室にはうらちゃんこと桐谷健太先生が海から来校。校長の遠山です。ロックのスペルは LOCK。 来週火曜日我が校の B 組の講師ベースボールベア先生が来校。京都の明日です。堀くん、さあ今夜のスクールブロックは生徒の疑問を生徒で解決、今すぐ教えてあげるっく、サポーテッドバイルックチョコレート。さあ今日はね、今すぐに知りたい疑問や質問、教えてあげるっく掲示板に書き込んでもらっている。質問内容は今すぐ知りたいことであれば何でも OK。 そして一つの質問を遠山校長が発表します。その質問の答えが分かるぞという生徒のみんなに、その答えを教えてあげるっく掲示板にリアルタイムでどんどん書き込んでもらいます。でみんなの答えの中からみんなにシェアしてほしいベストアンサー、いわゆるベストシェアアンサーをすぐに俺が決定する。はい、質問してくれた生徒とベストシェアアンサーの2人にはルックチョコレート10個をプレゼントしております。めっちゃ美味しいから、さっきももらったけど、うん、ドライフルーツ新しいやつ出ててね、はい、うん、美味しいしねこれね。とても美味しいですよ。で今日の授業はね、みんなの答えがこれとっても大事になってるんで、うん、生徒のためにちょっとぜひね、知恵をそして経験を、はい、今までの気持ちと言葉をね、うん、ぜひ届けてほしい。今日の10時台はですね、鳥取県16歳男の子ラジオネーム正藤さん、正藤さん、正藤さんはまあ野球をやっていて、うん、もう昨日かな、ちょうどそのまあ何ですか、背番号、うん、発表されて10番になってしまったと。スタメンには入ることなかった。そうギリギリ入れなくて、でそのまあ原因というか自分が弱いところはどうもその試合前とかそういう場に出ると緊張してしまって、うん、なかなか実力を出すことができないということで、うん、緊張を和らげる方法を教えてくださいと。今すぐこれは知っとかないとまずいよ、うん、でみんなに書き込んでもらいまして、その中からベストシェアアンサー、うん、ラジオネームしもさん、しもさん、緊張した時はもう布団の夜にね、布団の中にこう潜って叫べーと、うん、もう声を上げることによって体にこう震わせるんだと。前日もそうだし、うん、試合の直前のアップの段階でもいいし、はい、打席に立ったらそのピッチャーに向かってね、うん、そして己に向かって一番は大きく本当にいつでもやってこい。出た、もう言えばいいわけだから。小泉トレーナーも現れて、これはもう小泉トレーナーって言ってもいいわけだから。そうですね。ね、周りがどうなんか不安な感じではなりますが、うん、マジで吹き飛ぶから、でも、はい、本当これやってった方がいいって話をして、うん、でもたくさんその他にもいるんだ、今すぐ答えを知りたいっていうね。待ってますね。言った方が。もしもし。もしもし。校長の遠山です。京都の明日です。静岡県14歳、ベジタブル族のキャベミです。静岡のベジタブル族のキャベミ。ベジタブル族のキャベミ。はい、じゃあ、族って呼んでいいかな、そしたら。なんで呼ぶとこそこなのよ。族って呼ぶと怖いな。キャベミでいいか、キャベミにしよう、キャベミ。キャベミは、14歳、今。はい。ってことは、中学何年 ?2 年です。中二高には、フリーダーフリーダーナイスリーダートレーナーを引きずるよね、みんなね。じゃ終わらない恋だ。やりたくなっちゃう。キャベミもこれ今すぐ知りたいことがあるか。はい。よし、なんだ、教えてみ。来週の月曜日に、生徒会の会長になるための立ち台演説があるんですけど、うん、そこでインパクトがあるというか、私に入れたくなるような、おすすめの自己アピールを知りたいです。キャベミさ、あれじゃない、前喋ったよね。はい。そうだ、そうだ。で、勇気出して立候補したんだよね。はい。あれって、ね、あれか。テンフィート先生の時か。はい。そうだね。はい。それがついに来週の月迫ってる。はい。やばいね。これはやばい。ちょっと今どういう気持ちよ。すっごい緊張してます。そうだよね。喋ることは一応考えてはいるんだ。はい。なんとなくぼんやりは。はい。人前で喋るのも今回初ってこと？そのみんなの前で。はい、ああ結局何人ぐらい出ることになったの、会長には。学年で9人です。これは倍率がとんでもねえことになったな。そっからじゃあ勝ち抜かないといけないわけか。はい。あ、うん、で何だっけ、インパクト強い自己アピール。はい、はい、私に入れたくなるような、うん、そんな自己アピールは確かにね。何分ぐらい喋る時間与えられてんの？3分です。3分の中で、はい、まあインパクトあって、うわー、うん、キャベミちゃんって人すごいいいわって思えるような何か、はい、言葉だったりとか、なんだろうな、まあ、でもさ、あれだよね、この学校にも多分たくさん立候補してるやついっぱいいるだろうしさ。そう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 、はい、そうだよね。なんかそういう人のね意見とか聞いて、はい、そうか、なんか自分の希望とかもあんの、こういう感じのが欲しいとか、そういうのはなんか何でも OK？
自分の名前がひらがなで書きやすいので、うん、書いてくださいっていうのを言いたいです。ああなるほどね。あ、まあ、できたらじゃあそれを含んだ自己アピール強めの、はい、まあ最悪別にそれじゃなくてもいいってことか。そしたらはい、そうだね、自分に票が入るようにね、うん、はい、OK。 じゃあちょっと生徒のみんなよろしく頼むぞ。頼むよ。キャベミに対して教えてあげルック掲示板ね、みんな ね、 そうね、教えてあげルック掲示板に直接ちょっとお前が思ってる答えをぜひ書き込んでほしい。はい、その中からリアルタイムでベストシェアアンサー決定させてもらって、ルックチョコレートも俺がプレゼントするんでね、うん、質問内容改めて、生徒会長になるためのインパクトが強い自己アピールを教えて。さあ来た。よろしくみんな。みんな頼むよ。これ学校掲示板の方に書いちゃう生徒もいるんだけど、これね、教えてあげる掲示板の方に書き込んでくださいね。結構来てんだよ。さあさあさあ、熊本県17歳女の子、ほのぼのキャンディーは思い切ってモノマネモノマネとかね、ちょっと笑いを取るというこのパターンとね、あとは誰がいるかな。そうだな、ちょっと待ってね。埼玉県15歳女の子、ラジオネームムーラー、キャベミさんへ。インパクトといったら冒頭にちょっとした英語を話すのはインパクトありますよ。ちょっと確かに意外なところで行くっていうね。あ、英語、スローが英語です。あ、スローが英語なんだ。あ、はい、なるほどね。ちょっとそれを一発で言うとかっていうのももしかしたらあるかも。あと、あ、これいいかもよ。広島県17歳女の子、ラジオネーム小屋春は、自分の名前でアイウェイを作文作ってみると。あ、これコンパクトにまとまるし、そこに自分のアピールできるとか、どんどんぶち込めると。うんうんうん、結構みんないろいろ上げてくれる。新潟県20歳男の子、ラジオネームビジネスくん、キレッキレのダンス踊ってみてはいかがですか。キレッキレのダンス踊れるの、まずキャベミは。いやだ、はい。ああ、これはすごい。埼玉県19歳男の子、ラジオネーム魚影、男子票を獲得するたびにラストで水着になりましょう。これはどうだ。最後水着になるというね。ちょっと、うん、ちょっとちょっとバカ、本当に魚影何言ってんだ。ダメに決まってんだろね。あとはね、何がいいかな。お、校長先生決まりましたか。いや、今までのも全部、うん、踏まえて、おで、これがやっぱ一番ベストシェアアンサーかな、俺の中では。踏まえた上でのベストシェアアンサー、もう一番いい答えってことですね。うん、じゃあ発表しますね。ベストシェアアンサーは、ラジオネーム、新潟県の16歳男の子、うん、醤油シャチ。醤油シャチ。もうタイトル、うん、強く。なるほど。そして一行、力強く話す。これ。ほう。今までのもそれ取り入れよう、全部。はいはいはい、はい。で、俺が選ぶことはなかったわけなんだけど、それは申し訳ない、みんなね。うんうん、まあそういうなんかその、なんかモノマネだったりとか、そういうところも入れつつ、ね、はい、でもやっぱり最終的には、うん、自分がこの学校をどうしたいか、はい、その気持ちがやっぱり大事だと思うから、うん、そこをやっぱり力強く、別に3分4分全部使わなくたっていいわけで、うん、ちゃんとどうしてもこれがやりたいっていうことを一行でもいいから力強くドンっていくことが、はい、多分インパクトを残す、アピールになると思うんだけども、キャベミどうかな。はい、ありがとうございます。うん、うん、そうね、もう一番な、やっぱ声でかく言うって意外とできなかったりするし、うん、それが一番届くことかもしれないわ、基本だけど。単純に声ちっちゃかったりすると、うん、ちょっと不安になるし、こっちもこの人に任せて大丈夫かなっていう、はいはいはい、ね、だから、うん、だからこれで恋ザップにやっぱここも通じることあってね、うん、大きい声で伝えれば気持ちが届くってことよ。はい、うん、来週月曜日頑張れな。はい、じゃあキャベミと、うん、ベストシェアアンサーに選ばせてもらったラジオネーム醤油シャチ、醤油シャチ、誰にももちろんルックチョコレートプレゼントする。おはようございます。もらってね、これ食べて頭働かせて頑張れな。はい、で教えてあげるルック掲示板にたくさん他にもね、あのアドバイスくれてるから、こっちもいっぱい来てる、参考になるから見てみて。はい、うん、うん、ありがとうね。ありがとうございます。バイ。したっけね、したっけね。あとはみんなの答え見てたら、やっぱ笑わせるみたいなのがやっぱ多いね、はいはい、まあそうですよね、うん、まあでもやっぱ基本に返って強く言って意外と忘れがちのとこだったりするんで、うん、9人いたら結構そういうタイプの人もいそうだから、うん、あえてそこのシンプルするのも一個の手かなと思いますよ、ね、鹿児島県15歳女の子、ラジオネームユリウズポップンのやつとかは、キャベミさんへ、はい、いきなり怒鳴る。寝てるやつとかにね、おいこらーっつって、うん、
まあ、それ確かにインパクトある。ウケるじゃん絶対。めっちゃウケるけど、うん、めっちゃ怖がられるからどっちかで。余裕があったらだけど、まあだから自分でちょっと本当にたくさん書いてくれてるから、うん、歌歌ってみんのもいいんじゃないとかって言ってくれたりとかもするし、それもいいかもな。うん、うん、まあでも元気よくとにかくやってほしいわ。頑張れ。もしもし。あ、もしもし、校長の富山です。京都の橋田です。埼玉県15歳、夢を叶える挑戦者です。はい、夢を叶える挑戦者。夢を叶える挑戦者。15歳ってことは学年で言うと高1です。高1、うん、知らなきゃいけないことがあんだね、お前にも今ね。そうですね。一体それは何だい。今月末にドイツに行ってしまう塾の先生がいるんですけど、うん、その人にプレゼントをあげたいと思ってます。もうだから1週間ぐらいってことか。そうですね。そうなんだ。男の先生？いや、女性の先生です。何歳ぐらいの先生なの？ああ、20代ですね。若い。そうか。その先生とは知り合って教えてもらってどれぐらいなの？4月末から教えてもらってたんで、うん、約5ヶ月ぐらいか、うん、ぐらい。どんな先生なの、その先生は？まあ英語の先生なんですけど、うんうんうん、あ、なんか、うん、いつも親身になってくれて、うん、優しい先生なんですよ。うん。で、改めて、みんなに聞きたいことはどうだった？先生がドイツに行ってしまうので、うん、あ、ドイツってやっぱり、うん、寒いじゃないですか、気候が。うん、それで、うん、なんか一応自分でもプレゼント考えてるんですけど、うん、ブランケットとマフラーなんですよ。いいね。ありがとうございます。それもいいんですけど、うん、もっと他にいいものがあるんじゃないかなって。喜んでくれそうなの？はい。な、本当に喜んでもらいたいんですよね。うんうんうん。女の人で20代でしょ？はい。なんだ、好きなもんとかなんかあんの、その先生？小学生から高校生までバスケやってて。バスケね。バスケね。今もたまにバスケするらしいんですよ。あ、ほんと？そんなに好きなんだ。へ、はい、あとなんかある、うん、情報は。あとはですね、うん、まあ勉強が好きっていうぐらいですかね。それさ、うん、ドイツ行くのも勉強のためにまた行くの？そうですね、大学院に入るみたいな。すげえな。これはグーテンモルゲンだね。出た、知ってる知識言うだけおじさん。これはもうオリバーカンだよ、これは。いや、言ってるだけ。完全なる芝居したいが。やばい、やばい。ただのサッカー選手。その先生はさ、なんか雰囲気はどんな感じの人なの？その、ちょっと男っぽい感じの人なのか、いわゆる女性的って感じなのか。もう、ザ女性みたいな。ザ女性。ザ女性か。予算とか考えてんの？予算はですね、まあ、いくらでも大丈夫なんですけど。なんだって？すごいな。お前はとんだ、なんだ、財閥のなんか息子なのか、お前は。違うんですけど。違うんですけど、まあ、まあ、出せるくらいは、出したいな。どれくらい？頑張って。頑張って。5000。5000だ。すごい大金になってちゃった。いや、俺今の感じだったらマジ80万とかなんか言いそうな気して。俺もさらっと言うのかなと思っちゃったけど。5000円ぐらいで、ね、その先生に向けてな。はい。オッケー。よし。ちょっとじゃあ、みんな生徒のみんなよろしく頼むわ。みんな頼むよ。教えてあげルック掲示板に直接、ガシガシ答えを書き込んでほしいみんな。はい。頼みますよ。ってことで改めて、ラジオネーム夢を叶える挑戦者がみんなに聞きたいことは、今月末だよね、もうね、うん、何日？ 9 月の、はい、9月の30日にもう旅立ってます。9月30日にドイツに行ってしまう塾の、うん、はい、女性の20代のバスケットが好きな先生に大体5000円ぐらいいない？まあそう、もうちょい高くても大丈夫です。で、プレゼントを渡したら喜んでもらえる、それがどんなものがいいのか今すぐみんな教えてくれ。さあ書き込んでくれ。教えてあげるっ子掲示板だよ、お願いしますよ。さあ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 、佐賀県15歳男の子、ラジオネームわたっこ、早速書いてくれてる。満点を取った回答用紙を見せる。これが一番の恩返し。ああ、まあ、確かにね、塾の先生だったから見せることでね。満点取ったことあんの？あ、満点ですか。うん、満点満点満点、ま、満点満点ないな。さてはないな。あとはね、ちょっと待ってね。
あとは神奈川県二十歳男の子ラジオネームマロン煮込み、ドイツエルメスのバッグがいいと思います。やっぱバーキンかな。100万するけど行っちゃうか。5000から急に100万いけるか。お姉ちゃんから借ります。あ、お姉ちゃん借りる。借りたのはあげるってこと。ダメだ、もう返せないだろ。ダメだよ、危ない危ない、そんなことしたら。あとはね、何があるかな、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。大阪府18歳男の子、なんて読むんだこれ。枚数の前に肩、枚肩、平肩、平肩、平肩のゴールキーパー。ごめんね、本当に僕読みの、また出ちゃった。平肩パークの平肩でしょ、うん、本当にすみません、平肩の皆さんすみません。平肩の、ゴールキーパー。寒い時は軍手8セット、これが一番。軍手をとにかく渡すっていうね。軍手、日本の技術あったかいですからね。これでも、はい、これかな。決まりました。いくよ、シャラ。お願いします、校長先生。ね、ベストシェアンサーは、ラジオネーム、ね、埼玉の19歳女の子ラジオネームね、うん、埼玉のプーさん。埼玉のプーさん。あのね、ブランケットいいと思います。お。でも何より、手紙など思いを伝えることが第一だと思います。はぁ、あ。これ、手紙っていうのめっちゃ多かったよ、掲示板見たら。なぁ。うん、ちゃんと、ブランケットかマフラーっていうお前の案、その先生に似合いそうなやつをまあ、うん、探しに行け。それはうんね、の手紙書くの下手くそなんですよ。下手くそでもいいんだよ。いやいいよ、うまい手紙なとかそんなの関係ねえんだよ。はい、ちゃんと今まで感謝になったわけでしょ。はい、ちゃんと直接伝えることもできてないだろお前。そうですね。そうだろ。それをだからもう汚くてもいいから、ちゃんと思ってることをその手紙にもう封じ込めて、うん、ぶち込んで、はい、ブランケットと渡したらすげえあったかい気持ちになってくれると先生は多分。ああそうですね、うん、まあ、あと先生ドイツ一人で行くわけだから寂しい気持ちもなるし、はい、そういった時にその夢を叶える挑戦者の人の手紙見たらまた頑張ろうってなるよ絶対。ずっと効果が続くものだからそれはね。はい、うん、ドイツ語も頑張って調べてさ、最後のなんか 2,3 行とかドイツ語でさ、はい、なんか書いたりとかしたらそれはいい、めっちゃいいんじゃない。わかりました。うん、でシュバインシュタイガの似顔絵描いたりとか。違う違う、あと急にブレ出すから。え、知ってる知識言うだけおじさんに なっちゃうから。いやシュバイン、サッカーすごい選手、ブンデスリーガーで。いやそうだけど急にバスケ好きだし、まず、あそうか、まずバスケ好きだぜ。あ、まあそうか、急にサッカー出てきちゃうとおかしい。これでだから行きたいなと俺はシェアンサーにしたいと思ったんだけど、どうだ挑戦者。うん、やってみます。よし、よし、うん、明日から、うん、もう池袋行って買ってきます。すごい具体的な場所ね。最強戦か、まあ、東武東上線で池袋まで行って、何でもあるからパルコもあるし、ロフトとかにもいっぱい売ってるからさ、うんね、うん、時間かけていっぱい思い詰めてちゃんと渡せ。はい、よし、わかりました。じゃあラジオネームお前な、夢を叶える挑戦者、そしてラジオネーム埼玉のプーさんにはもちろん2人にとも、ルックチョコレートあげる。ありがとうございます。うん、よかったらチョコも渡せ。あ、そうだよ、あバレンタインとは全然ちょっと季節違うかもしれないけど、うん、でもいいじゃん、いいじゃんいいじゃん、いいですね。うん、じゃあ正直にな。うん、はい、カッコつけなくていいから。はい、頑張れよ。頑張ります。ういっす。大阪のしげっちも手紙しかない、うん、ニューゲート石川のゲート、まあ、手袋とかもいいとかこういうとこ本当に便利ですとかね、うん、みんなやっぱメッセージちゃんと込めることいいんじゃないって言ってくれてるよ。まあお金かけるのもいいけどやっぱ一番気持ちが届くのがね、うん、ベストですからね、うんうん、さあそろそろ黒板の時間になってしまいました。はいよ先生、黒板の方お願いいたします。いやでも本当今日掲示板いろんな意見とかね、いろんな思いが届いて、こんなに活気があるとやっぱ楽しいね、見ててね。みんなありがとうね、書き込み。さあ黒板が書き終わりました。それでは読ませていただきます。解決できないことはない。今日3人と話して、で書き込みも読んだりとかして、うん、結果的にやっぱ答え出てるからねこれね。確かに毎日毎日ね、まあ、答えない人生だしね、俺たちなんて誰に教わってることもないし、教わったところで理解できないこともたくさんあるんだけど、毎日そんなもんよ俺たちは。ただまあ、ここに記載すれば
ちゃんと次に進むことができるという場所がここね。だからみんなもう安心しなさいな。なんかあったらね、お前にはね、今すぐ教えてあげるっくがあるんだぞ。40万人の力を信じろみんな、うん、ね、そうですよ。みんな自分の中で固まっちゃったもんをね、こう教えてあげる掲示板見れば、それにたくさんの視野があるから、そこを見て元気にしてほしい。さあ改めて、来週から毎週水曜日、今すぐ教えてあげるっくの授業やっていく、はい、当日水曜日の22時までに今すぐ知りたい、どうしてもなんか答え欲しいんすよってお前は教えてあげるっく掲示板に書き込んでほしい。待ってるよ。あれすいません、全部解決、え、一つだけちょっと解決してなくないですかね。え、これ全部解決してよ。いやいや、あのオートマなのかマニュアルなのかの下り、俺の何、教習所の、教習所の話、何か解決してないじゃないですか。オートマで、え、いや、あんなに迷ってたのに。いい、オートマですよ。いや、オートマにすんの？はい。え？なんか揺れてたとかって言ってたじゃないですか。うん。もう、オートマに、もうあの、今、3速、4速入ってる状態で、ブン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 ！もうダメだ、この人。より簡単に撮りたいと思ってる。なんだ、この人。ブンブン、ごめんね。なんだよ。マニュアルも無理だ。クラッチがむずいからよ。最悪だよ。明日からだから俺はオートマ、フルドライブで走ってやるってことよ。セータルみんな、よーもありがとう。スクールオブロックはステルジー、ただ2回行こう。レッツ、待って、何だったんだよこれ。レッ、また明日。